は正面より、こっちの方が見やすいか。よし。この車両は、結構前かな、もう 2,3 年前のことなんですけど、次は南船橋です。総武線が山手線の旧車両を受け入れるときに、元々の209系を武蔵野線に転送したことなんですけど、これは区号208509ですね。平成11年、私より11歳も年上です。先ほど左に見えたのは八ツ干潟ですね。八ツ干潟は海に流れ込む川はないもの、海との2つの連絡水路があるので潮の満ち引きは見られます。南船橋に到着です。